決勝トーナメントに進出しますタロット占い師のめくり太郎です見事的中見事的中やった日本首位通過です私の予想的中皆さん朝4時からご苦労様です見てましたかいいねこういう早起きはねいくらでもします日本グループ E い市の組と言われていましたが首位通過になりましたスペインに 勝ったぞードイツがね、コスタリカ4点も入れたのはちょっとびっくりしましたけど、いやー。いい私の予想ね、ズバリ的中したということで、まあ点数はね、1-0で予想しちゃったんだけど、まあ2-1だからね、ちょっと違うんですけど、まあでも1点差っていうところは合ってますからね。次回のラウンド16、16っていうかな <laughs> えっとは、12月5日月曜日の日本時間24時。 対戦相手はですね、グループ F2 位のクロアチアに決まりました。ラウンド16、ここからはですね、ノックアウトステージ、どっちかがね、勝敗決まるまでずっと続く。もちろん、前半後半終わっても、延長戦になったりとか、それで決着つかない場合は PK! ということになっていきます。グループ F 予選結果のクロアチアはですね、これ2位通過だったんですけど、まずね、1位通過モロッコ。これ0対0。で、カナダに4対1。 で、ベルギーに0対0。まあね、前回3位のね、ベルギーにね、0対0になったということで、1勝2分けの勝ち点5で通過したということで、なんかね、そんなやっぱり強いチームからは点取れてないので、これ、本田圭介さんも言ってましたけど、日本はね、カナダにワールドカップの事前の試合で、1対2で負けてはいます。なので、その相手にね、まあ、どうなのかっていうところはあるんだけれども、 皆さん日本は、ドイツスペインこの二つの国に勝ってますなので、もうクロアチアね、クロアチアのね、ちなみに FIFA フフランキングの順位だと、12位ですよドイツなんてね、11位スペインなんかあれですよ、7位ですからねこれはね、勝つでしょ公表のシステム公表かどうかわかんないか。え適、ー、中しているシステム前半後半、こちらでカードを見ていきたいと思います 日本のね、前半から見てみたいと思います。前半。で、クロアチアの前半の様子、巡りおーあ、結構これはですね、クロアチアがおせおせなね、感じだね、これは。 ソードのないとか出ましたね。これ全力疾走。なんか結構すごい勢いで攻めてくる感じで、日本はカップの2だから、それをまあ受けて立つ。まあだから、今回のスペイン戦と同じようなこう試合のな、入り方になるんでしょうか。まあ日本がちょっとね、受け手に入るみたいな感じなんですかね。ちょっとまあもう一枚引いてみましょう。んーめぐりあーあー 2つとも大アルカナのカードが出ましたけど、これいいですね、日本。復活のカードということで、これはね、日本の方がいいですね。これ逆位置に出てますからね、クロアチアの方は。これ日本は結構受け手になってるけど、前半でこれ点を入れられますね。結構ね、今回のワールドカップでは、日本前半は結構耐えるシーンが多いんだけど、クロアチア戦ではこれ点数入れられそうですね。まあ、でも耐え忍んでっていう感じだから、まあ、1点かな。1点先制。 おお、<laughs> いいですね後半の方行きたいと思います。めぐりあにおあにああなんでしょうこれ日本がちょっと価値を手放すちょっと掴み損ねるみたいな感じだから勝利のギリギリでこれちょっとなんか危ないシーンになって、まあだから勝利ギリギリまでこっちのクロアチアの方のカードだと耐え忍ぶ。 ゆっくり成長するの我慢して見守るみたいな感じだから、結構いいところまで日本勝ちそうだなっていうところのギリギリで、これクロアチアに得点を入れるチャンスが出てくるんじゃないでしょうかね。ちょっと待って。もう一枚。その得点のチャンスを防げるかどうか。めぐりああ <laughs> 日本はそのギリギリのところでなんとかやっぱりチームワーク、今回ね結構ね、 組織的に守備するのすごい上手いですから、何度かそこを抑えてクロアチアが傷つく。まあちょっとね、思い通りにいかない。結局その追い詰めたけれども、傷が言えない。だから結局点数は入れられなくて、ゼロ。で、日本も、これはゼロ。なので、日本が <laughs> ベスト8になります <laughs> と、あのカードが言ってるということでね。はい。 ええー、ああ、すごい。こういう可能性が出てきましたね。ということはですね、ここ気になるですよき。気になるですよ、じゃない。気になります。次のところ、ベスト8での対戦相手がどの国になるかというと、グループ G の1位、グループ H の2位のチームとね、対戦したところの勝者と戦うんですけれども、グループ G の1位はブラジル。まあ、暫定ですけどね。まだ最終戦終わってないんで。 で、2位が、まあ、スイスなんじゃないかなっていう感じなんだけど、まあ、どちらかが1位になる確率があります。で、H 組の2位の方は、まあ、暫定ではポルトガールが1位なんだけど、ガーナ、韓国、ウルグアイ、こちらもね、日本と同じグループ E のような感じで、どのチームにも、まあ、2位になるね、可能性はね、これ出てきてますね。なので、ちょっとこの辺でもう一回カードを引いてみたいと思います。じゃあまずグループ1位の方は、ブラジルになるかス、スイスになるか、ブラジル、スイス、めぐり。 ああそういう動きで動かああってこれスターでしょ憧れの存在、希望。グループ G の1位はスイスになる可能性が高いですね。えー、ちょっと待って、スイスえ、ちょ、ちょっと待ってじゃあ、あと、えっ、ー、と、ブラジルすげえ強いけどね。ちょ、ちょっと待ってください。えっ、ー、と、2位は、グループ H の2位の方は、ちょっと待ってください、どこになるか。ポルトガル、ガーナ、 韓国、ウルグアイ、めぐりえ韓国 <laughs> おーカードで見ると韓国が一番ね、なんか可能性がありそう。あ、じゃあ結構韓国も頑張って逆転してなんとかね、今暫定3位ぐらいだったかななんかだよね。だから、えー。え、ちょっと待ってください。じゃあ韓国対、 ススイスになるのかあらなんかアジア対アジアになる可能性も出てきましたね。じゃあちょっとお客さんもう一回見ますよ。韓国、スイス、めぐりこのカードを見ますと、なんかどっちもね、可能性がありそうですよね。なんかすごい強い決断をするカードと、未来の展望を見渡す、なんかこれからね、いいことが起きるんじゃないか。あ、でも、ちょ待てよ、これだとカード的には、スイスの方が弱いのかな。 となると、これ、韓国が、相手、ベスト4をかけての戦いは、日韓戦 <laughs> えー、ここであるかね、これ。というような感じに出ましたけれども、12月5日がまず、楽しみです。 えー、個人鑑定の方ではですね、皆さんのお悩み一つ一つに的確に気持ちの後押しをさせていただいております。鑑定の申し込みの方は概要欄の方をご覧ください。